はい、皆さんこんにちは。今回はこちら、これから始める登山、靴選び編としてボリューム1、最初の、こちらご紹介ですね。靴選び編の登山用の靴、いろいろありますが、ボリューム1として、こちら里山ハイクを想定した、商品、こちらから紹介していきます。こちらですね。今回ちょっと選んだのが、こちらがですね、メレルのモアブ2ニットゴアテックスっていうモアブシリーズっていうのがあるんですけども、まあこちらですね、もう10年以上モアブという、まあハイキングシューズの、定番モデルなんですけども、こちらをですね紹介していきます。ハイキングシューズですね。こちらまあ、ミッドカットのハイキングシューズになりまして、ゴアテックスを使用しています。ゴアテックスなので完全防水ですね。こちらくるぶし高まであるミッドカットになってまして、このアウトソールは、ビブラムソールを使ってます。まあ、ビブラムソールいろいろありますが、このモアブに使っているタイプは、まあ、ハイクに合わせたちょっと柔らかめの、ゴムですね。あまりまあ何て言うんですかね、こうゴツゴツした、このグリップというよりはちょっとね、こう歩きやすいというか平らなで柔らかめですね。ちょっと柔らかめなタイプになります。こちらはまあまあ、履きやすいとありますけども、ここのね履き口含めて全体的に柔らかいです。このアッパーの素材も、こちら、まあ、これ革じゃなくてね、人工の革ですね、フェイクの革なんですけども、とメッシュ、組み合わせタイプでして、まあ、柔らかいです。非常に柔らかくて、まあ、最初新品からね使っていただいても足に馴染みやすい柔らかなフィットになりますね。この履き口も広いです。足入れもしやすいですね。で、靴選びですけども、まあ、このモアブをご紹介してますが、まあ、他のメーカーも含めてですけども、注意点としてですね、普段履くサイズとは別とありますけども、結構普段履きで履く靴、こちら結構ね大きめに履く方がやっぱ多いです。で、自分のね足の長さっていうのを測ったことないこと結構多いんですけども、実際測っていただくと履いてる、まあ、靴よりもだいぶね小さいとかそういうことがありますので、普段履くサイズとそのまま選んでしまわないように、してください。で、2番目のメーカーにより大きさ違う、やっぱりメーカーによってですね、この長さ、あとこの幅、あとこの甲の高さ含めてやっぱり大きさがやっぱり違ってきますので、実際にですね、最後に実際に履き比べていただければ一番いいです。で、足の、まあ、長さね、同じ人いたとしてもやっぱりこの甲の高さ、幅っていうのは皆さんやっぱ違いますので、こちらをねちょっとね普段履きと同じサイズを選んでしまうと、山の中ではいろんな地形を歩くときにこういろんなねこうねじれとか、普段平らなとこを歩くよりはやっぱりフィットがとても大事になってきますので、こちらサイズ選びを、きちんといただきたいと思います。はい、でですね、続いて、まあ、幅、ありましたけども、こちらですね、今ご用意しているのがこれ同じ、デザインはモアブ2ミッドなんですけども、こちらですね、ワイド、
こちらがですね、ワイドモデルっていうのも出てます。で、幅広の方はですね、こういう幅広のモデル、使っていただきたいんですけども、実際ですね、この同じ、長さの 27.5 の、靴なんですが、こちらね、ちょっとインソールをちょっと比べてみます。こちらがワイドモデルですね。こちらが通常モデル。で、ちょっとね、分かりづらいかもしれないですけども、ちょっとこの幅の違い、分かりますかね。ちょっとこれ同じ長さなんですけども、幅の作りがやっぱり広くできてます。で、全体的なフィットも、こちらがですね、通常に対して、こちら、ちょっとね、空間が大きくできてますので、幅の広い方はこういったモデルを使ってください。はい、普段履き、先ほどありましたけども靴選びの注意点ありますけども幅広の方は幅広モデルをお勧めします、このご紹介した、モアブですね、こういったタイプ非常に最初お勧めします。柔らかいですしスニーカー感覚で履けるようなタイプですので、こういったタイプから里山ハイクでは選んでみてはどうでしょうか。はい。じゃあ今回は、こちら、初めての登山の、靴選び、ボリューム1をお送りしました。